今からヘルメットの、採寸を 3D スキャンでやっていきたいと思います。めちゃくちゃこの機械眩しいから目クテンって大きいつぶってんのにめっちゃ光入ってくるの、すごい頭の形、見てほら、あ、よ、見ない、これほら頭の形が外出たらめっちゃ眩しく感じるじゃん。すげえバーンだから誰かダメだり、水泳棒も終わりです。Yeah.
はい、テストから少し日が経ってしまったんですけども、無事に、新しいチームとの、テストが、終わりました。ペレリタイヤが本当に履くのが初めてだったので、まずはこうどういったタイヤの特徴なのかなっていうのから、入って、今回、少しこう何ですかね、探りながらのスタートという風になりました。本当にこうグリップ感も違いますし、まだまだこう適用できてない自分がいたので、ある程度こう感覚はつかんだので、冬の間、日本で、ペレリタイヤをたくさん履いて、その何ていうんですかね、特徴をしっかりつかんで、シーズンに備えればなと思います。まだ新しいバイクはテストしないので、それとペレリタイヤのマッチングはどれぐらいいいのかっていうのがまだ自分には分かってないんですけども、ラップタイムを見てもそうですし、すごい、マシン型の KTM とペレリタイヤの相性もいいっていうふうに聞いてますし、タイムも1、2秒上がってるので、多分いいと思いますし、それにあとは自分がどれだけ適用できるかっていうのも、試されてくるので、はい新しい、チームと、いい感じに今回テストが進められたので、すごい楽しみです。